花丸学習会王子小劇場は東京都北区王子にあるフラットスペース型の劇場である。ネーミングライツ名称を知らせる看板王子駅前にある佐藤電機の店舗と倉庫を建て替え地下を倉庫にするという計画を聞いた佐藤浩二が駅前に倉庫はもったいないと考えこの場所に劇場を作るべきだと一念発起。初代王子小劇場代表 芸術監督となる、玉山悟と共に立ち上げた。1998年に会場。現代演劇や舞踊の舞台として用いられるほか、学生間劇支援事業、演出家養成支援事業など、支援事業にも取り組み、小劇場では珍しく芸術監督を置いている。キャッチフレーズは、戦う劇場。2016年4月9日、運営する。 佐藤昭治がこう言うと3年間のネーミングライズ販売について基本語彙。2016年6月1日から花丸学習会王子小劇場の名称となる。この他地域還元プロジェクトとして王子落語会、シアタープロレス、北区民と演劇を作るプロジェクトも行っている。2014年に芸術監督に北川大輔を迎え、劇場は潰れます。 のコピーが話題となった。王子駅より徒歩5分。JR 京浜東北線は北口。東京メトロ南北線は4番出口から、それぞれ北本通りを直進。北区塚公平劇団、コケラ落とし公園3本立て。花丸学習会王子小劇場ブログ。2016年7月7日閲覧。ABC。 王子小劇場ネーミングライツ販売による名称変更記者発表会のお知らせ。花丸学習会王子小劇場ブログ。2016年7月7日閲覧。王子小劇場の名称が6月1日から、花丸学習会王子小劇場に、エントレ演劇動画ニュース。2016年7月7日閲覧。教育演劇のシナジーを期待。 花丸学習会王子小劇場命名権締結。舞台制作プラス。2016年7月7日閲覧。劇場は、潰れます。王子小劇場、北川大輔芸術監督が、経営状況を赤裸々に公表、存続のために劇場支援を訴える、真壁茂雄氏、麻布大プラッツェの閉館についてと並ぶ名文。 クリンジウォッチ、2016年7月7日閲覧。40歳定年制導入、王子衝撃場、芸術監督、玉山悟氏が退任、北川大輔氏が就任へ。舞台制作プラス、2016年7月7日閲覧。インク、ナターシャ、王子衝撃場芸術監督、北川大輔の後任に、ぬいぐるみハンター、池亀サンタステージナタリー。 ステージナタリー2018年4月13日閲覧ありがとうございます。